崎チャンネル。ちょ、金曜日で総チェック。はい、金曜日で総チェックということでね、まあ、木曜日にもね、火水の総チェックね、ちょっと今回、試みてですね、出しました。だから今日はですね、木曜日だけど総チェックになりますけども、これね、昨日の動画あるんでね、これ繋げてみてください。そしたらね、全部バシッとはまりますからね。ということでね、木曜日の試合の総チェックいきましょう。ね。まあ、これはまあ、全部のね、総括っていうところの話もするんでね、これ繋げていってもらうとね、また面白く見えると思います。ということでね、ロッテ対オリックス、ね、パリーグから。5月16日1対1で引き分け。で、17日に7対3でロッテ。そして18日が5対1でロッテというところで、ロッテがね、2勝1敗、2勝1分けの勝ち越しになりましたけども、まあ、この日ね、18日、ロッテはね、リリーフデーというところでね、もう継投でやっていくっていう形の中でね、まあ、佐々木朗希がね、爪が割れて、まあ、先発が足りないっていうところもあると思うんだけどもね、まあ、まあ、先発がね、広畑っていうところがしたけどもね、広畑、岩下、東、西村、ペルドモ、小沼、坂本、増田っていうね、1、2、3、4、5、6、7、8人の継投で、1失点、勝利、グッピッチ。ね。まあ、何を言ってもね、この先発した広畑、2回35球、1安打3三振、無四球無失点、素晴らしいピッチング。ストレートはめちゃくちゃ伸びてたし、カット、フォーク、カーブ、グッド。本当本人には申し訳ないけど、入団してからのピッチングで、一番良かったような気がする。めちゃくちゃ良かった。本当にね。で、続いてね、岩下、1イニング。ここはね、打順が下位打線というところできっちりね、無安打で抑えて、そして次ね、東。このね、4回からのね、東も素晴らしかった。ね、2番から始まるっていうところで、一番ね、このオリックス打線の中でクリーンアップね、中川森、そして、頓宮っていうところがね、一番抑えるためにね、重要なところで東が出てきてね、義母、ショートへの内野安打なるけども、この中川のね、三振ゲッツ。ここ中川バッと。真ん中。見逃し。で、若干ね、田村もジャックルしたけどね、そっから投げてもアウトになったっていうところでね、まあこれはもちろんね、東のクイックがめちゃくちゃ速いっていうところもあるけども、この中川、この見逃しは誰もね、想像してなかったと思う。これやっぱ振りに行かなきゃっていうね、ど真ん中のスライダーだけに。で、森をね、セカンドゴロで、スリーアウト。で、5回もね、回またいで、頓宮三振。今度はですね、ライト前ヒット打たれるけども、栗林三振、そしてね、小田ファーストゴロっていうところでね、まあゴンデスがね、リリーフスチール成功するけどもね、小田村、見逃し、まあ、見とかなきゃ。まあ左バッターでね、リレーとなかなか見にくいけどね、そこは見ていかなきゃっていうね。ところでこの東のね、この、投球、非常に素晴らしかったなと。で、その後ね、西村、ね、ロッテ来て2三振。で、まだね、無失点、素晴らしい。ね、帝京大魂、広畑西村、いいじゃない。で、ペルドもね、このペルドモ、オリックスからしたらね、この、7回のペルドモ、中川ね、ショートに悩んだ、森フォアボール、このノーアウト1、2、0、ここでね、一気に行きたかった。この状況だったらまだ2対0、どうにかなるっていうね、もう最後のラストチャンスっていうところで、頓宮がね、初球のツーシーム、どん止まりで、バットが打球より遠く飛んでね、5、4、3、ダブルプレーっていうね、これ痛かったね。で、ゴンザレス三振。ここがオリックスね、最大のチャンスだったからっていうところでね、しっかり抑え切って、で、8回もね、オドマ、フォアボールね、そして、佐藤のパスボール。遅い遅い、行かなきゃ。足が動いてないよ、手だけになってるパスボール。ね。でもしっかり抑えてね。で、9回ね、坂本がね、ゴドレスにタイムリーヒット打たれるけども、その後増田が出てきてね、なんとパリーグでは本拠地で100セーブ、本拠地だけでね、100セーブ、現在195セーブ、記録というところで、ピッチ、あと55セーブ、迷宮回、頑張れ。ね。で、完璧なリリーフね。っていう中で。で、まあ、オリックスはね、先発山崎幸也、5回3分の2、96球、6安打5三振、3四球、2失点と。まあ、全体的にね、この日、風がね、10メーターから12メーター、ほぼ吹いててね、まあ、めちゃくちゃね、特に山崎幸也ね、カーブスライダー大きい曲がりがね、ちょっと制球苦労したなっていうところあるけども、いや、めちゃくちゃ踏ん張ったなっていうね、ロッテ打線5点だけど、毎回得点圏だからね、初回もね、ワンアウト1、2塁から茶谷安田がアウト。で、2回もね、ツーアウト1、2塁から平沢がアウトね。で、3回ね、藤岡、フォアボール。で、中村、チャドリーね、三振するけども、ね、この三振。で、藤岡がね、盗塁成功。ここね、石川、ジャックル、痛かったな、チャドリーってアウトだった時にね。で、ここで安田。ね。このね、まあ、今日ね、オリックスも自滅だね。正直ね。この安田の時にね、三塁フライ。ゴンザレスフライを落とす。バーンと。で、その後ね、
セカンド内野安打。これセカンドの義母でめちゃくちゃスーパープレー。ギリギリライト抜けるかと思って、でファースト投げてちょっと勝負になってね、頓宮取ってればアウトだったけど取れなくてポロンチョ、その間にセカンドランナー藤岡がサードを回ってホームへグソでね、セーフでこれ1点。でもこれもね、あの自責点なしだからね、正直ね、あのゴンザレスにエラーつかなかったけどね、山崎幸也にとっては不運だね、あれ取ってればね、3アウトチェンジで終わっててこの1点なかったのにっていうね。で6回ね、2アウトから田村がレフトへ2ベース、そしてね岡がレフトへタイムリーヒットっていうところも、ここねピッチャー左変わってまたも2夜連続三塁ベースに当たる不運ね。もうゴンザレス後ろで待ってたからね、あれベース当たらなかったもうアウトだったから、これね3回の1点と6回の1点はね取られなくてもよかった、もうアンラッキーオリックスね。で7回裏ピッチャーウルシャラね、先頭藤岡フォアボールね、で中村の時にね三振するけどもね、こう暴投になってね悪送球しかね、でセカンド行ってでまたチャダにねワンアウト2塁から、サードフライゴンザレス、今度フェアグラウンドにラッキューバーッとウルシアラもね、まあその後ね、安田フォアボール、そしてポランコアウトに取る時にもう和田を押し出してね、まあ正直ノーヒットで1点取られてんだよね。まあ自責点はゼロだからね、まあ、ゴンザレスのねこのラッキューがなかったらね1点取られてないんだけども、だからこのねイニングも結局ねゴンザレスがフライを落としてなかったら0点なのよ結果ね。まあ、その後ね和田押し出しね、で田村がレフトへねタイムリーヒットっていうところでね、計これで5得点でもぶっちゃけ0点なのよ。3回もゴンザレスがフライ取ってれば1点取られてないしね、で、6回も三塁ベースに当たるっていう不運、まあ、これはねオリックスのミスじゃないけどもね、ちょっとついてなかったで1点で、7回もゴンザレスがねフェアグラウンドでフライを落としてね、でそこから3失点ね、実質もちゃんと取られたの0点。ロッテは本当ラッキーでね、点を取って5対1ね勝ち切って、もうでもロッテも8回以外 1,2,3,4,5,6,7 全部得点圏ランナーいるからね、その中でまあねミスも絡んでしっかり取り切ったけども、もうちょっと8点ねぐらい取ってもおかしくなかったようなかね感じはしますけども、まあやっぱりね得点圏打率の低さっていうのはあるけども、まあ、その中でもね着実に相手のミスをついてねしっかり5点取れたっていうのは大きいし、なんといってもねリリーフでねあのピッチャー陣非常に頑張った戦いになったなっていうね。だから全体的にオリックスね、まあ、このオリックスとロッテのね首位攻防戦は、まあ、当のねロッテで打のオリックスっていうところのね勝負になったけども、結果オリックスはねこの3試合で、5点しか取れなくてね、でまあ打ち切れなかったっていうね、ちょっと打線が攻略できなかったっていうところが一番だし、ロッテとしてはねやっぱ先発陣がオリックス打線をねしっかり抑えれたっていうところが大きかった。あとやっぱ茶野がね対ロッテに対してのね対戦成績が1割5分6分ぐらいなんだよね。まあここら辺がねまた塁に出ないっていうところもね若干苦しい戦いになったかなっていうねところはあります。結果首位攻防戦2勝1分けでオリックス負け、ロッテの勝ち越しでした。でまあね、楽天とソフトバンクはね2連戦だったんでね、結果1勝1敗で5分っていうね形になりましたけども、続いて日本ハム対西武ね、16日2対4で西武、11日3対0で日本ハム、18日6対2で日本ハム、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、18日ねこの日デーゲームっていうところで、日本ハムはね先発伊藤大海ね7回117球8安打6三振3四球2失点と、いや体重は乗ってるし躍動感あるしストレートのキレ抜群っていうところでグッピチね、一回ね涙のね降板っていうのがあってね、そこから3戦ねの中でまあ2勝っていうところでね、まあ1回勝ちつかなかったけども失点も少なくね非常に素晴らしいピッチングで、まあ WBC ねやっぱりリリーフ待機っていうところで調整がねやっぱ開幕に向けて難しかったのかなと、まあそこをねしっかりまあ対応を調整してきてね、やっと本来のね伊藤大海のピッチングっていうところがねできるようになったかなと。で西武先発平ね、5回103球4安打7三振4四球2失点とちょっと4つのフォアボールあったけど、まあ2失点でね試合がまとめきったっていうところはあるんでね、まあ西武はでもフォアボールであとミスで自滅ですね。まあその中で日本ハムはね4回裏ね松本マルティネスがね連続ヒットでノーアウト2、3塁野村アウトになるけども上川畑フォアボールで、ワンアウト満塁から万波がねレフトへタイムリーツーベースで2点先制で、ここでね江越伏見っていうところでねもう1点ね取りたかったっていうところはあるけども、平を攻略してね集中打で2点っていうね。で西武もね6回表2アウトからね佐藤がレフトへツーベースで、相手がタイムリーヒットっていうところでね、しっかり1点を返して、で7回表ね2アウト1、2塁から牧野がねライトへタイムリーヒットを打って、
同点になるんだけども、ここでよ、ここでね、ライト矢沢ね、一塁ランナーのね、平沼が三塁狙うけども、それをライトから一人で大遠投投げて三塁タッチアウト、グッペグッペ、これでかかったね。それでまあチェンジになるんだけども、これランナー残ってたらね、ひょっとしたら逆転っていうところにもね、なってたかもわかんないけども、この矢沢のプレーをね、非常に大きかった。そして7回裏ね、ワンアウトから矢沢フォアボール、ね、水野がね、送りバンドね、ちょっとセーフティー気味の送りバンド試みるも、サードハーフラインになって、それをサード佐藤が取ってね、ファースト投げたら悪送球バッと、でセカンド行って、で松本敬遠して、でマルティネスフォアボールね、で八千里センターへのタイムリーヒットで勝ち越しっていうね、まあ、結局ミスとフォアボールがね絡むんだよね。で8回裏ね、ピッチャー森脇に代わって、万波ライト前で5者アウトになって、で伏見のねところでバンドしてね、これ江越もねバンドしきれずね、バスター行ってレフトフライで流れ悪くなってんのよ、流れ悪くなってるけど、伏見もねバンドストライクね、でバンドファールで2ストライクからねバンドして、ちょっとピッチャーゴロね強く入ったけども、それピッチャー森脇ねセカンドへ悪送球で、ワンアウト一塁になって矢沢ヒットで、水野のねライトへタイムリーツーベースで、松本犠牲フライで3-6対2、ジェーンとバッと、もうセーブ、フォアボールとミスで自滅ですね。でまあね、そういったところでね、まあここはね、あの日本ハムもね助けられたっていうところはあるけども、やっぱりピッチャー陣ね、伊藤も含めてね、その後ロドリゲスね、玉井っていうところもノーヒットでね、しっかり守りきったっていうところでは、やっぱディフェンス勝ちかなっていうね。でヒットは両チーム8本8本っていうところでね、なかなかチャンスは多くなかったけども、しっかりね、日本ハムはミスをつけたっていうところもあるし、西武はね、まあこの日ねおかわり君出てなかったけども、チャンスはね作るんだけども、やっぱそこでね一本出なかった、少ないチャンスの中でっていうところでね、まあ、この日外崎のノーヒットっていうのがちょっと痛かったかなっていうところはあるけども、結果はね2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうところになったんでね、まあ噂は、そして伊藤のね、2人の右腕がしっかり試合をね抑え切ったっていうところもあるし、うまくいけばね日本ハムも3連勝あったかなっていうね。西武はちょっと打線がねうまくつながっていかないっていうところと、やっぱミスっていうところがあるんでね、まあここら辺ね、ちょっとチームを立て直していきたい。ちょっと主砲がいなくなってるからね、これもねちょっと想定外っていうか、里崎2予想のねそんな初はないだろうっていうねところになってきてね、今年は帰ってこないんじゃないのかっていう情報もあるしね、ここら辺どういう展開になるのかね、今後の情報を待ちたいと思います。ということで結果はね2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでした。続いて DeNA 対広島ね、16日5対7で広島、17日7対4で DeNA、 そして18日13対3で DeNA、 DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけどもね、広島17日の試合、勝てる試合でミスで勝てないからこうなるっていう流れがね悪くなった。で18日の試合もね、広島ピッチャー陣四死球9で自滅ですね。先発コルニエル4回70球7安打2三振、4四球5失点と、で大道が2デッドボールで6失点で、堀江が2四球で2失点というところでもう自滅です、ね。で逆に DeNA 先発東ね、8回121球9安打13四球3失点というところで、まあ、ストレートのキレも抜群だし、まあ、カットボールツーシームチェンジアップっていうね、あの変化球の精度もめちゃくちゃ良かったしね、途中7者連続三振グッピッチ、ね、非常に素晴らしかったかなと。でその後ね石川ね1回をしっかり抑え切ってね、まあ、13対3、10点差、圧勝というね、ところになりましたけども、DeNA はね、2回裏、ワンアウトからね、小原ツーベース。で、京田がね、内野安打。で、ワンアウト1、3塁から、ここでね、セーフティースクイズ。策もいいね。で、ここでしっかり1点を取って、問題はよ、この2アウト2から、東のフォアボールなのよ。これで、ね、1点で抑えてたら、まあ、全然わかんなかったよ。しかも、抑えれてただけにね、で、東のフォアボール出して、で、2アウト1、2から、佐野にね、バックスクリーン右横にね、ホームラン、4点。コルディエル、ね、で、3回裏もね、先頭外フォアボールで桑原ツーベースでノーアウト2、3塁から強打アウトに取るけども、山本またフォアボールで、東三振取るけども佐野押し出しフォアボールバッとで5対0。もうこれでなかなか厳しくなるよね。で広島はね、5回の表に先頭磯村がねレフトへツーベースで、2打差サードフライでワンアウトになって、ワンアウト2塁からねコルディエルのところで代打相澤はねレフトへのタイムリーヒット。ここねまあ、アンツーカーでちょっとバウンド変わったかな、宮崎ね。正面行きたかったね、あれ。正面でも行けたと思うんだよね。まあ、実質エラーっぽいけどヒットっていうね。
で、まあ1点。ね。まあ5対1。まあここからどうなるのかっていうところで、まあ6回裏で全てが終わるんだけども、ね。先頭佐野がライト前ヒット。で、関根がね、内野安打。で、宮崎デッドボール。で、牧がセンターへのタイムリーヒットで1点。で、外またデッドボール。で、桑原タイムリーヒット。で、ここでね、大ビチから堀江に代わってね、強打フォアボール。山本東ね、連続三振取るけども、佐野フォアボール押し出しから関根にタイムリーヒット。で、またまた宮崎にタイムリーヒットっていうところで、一挙8点で、13点、ジエンド。終わりです。で、7回ね、上本のタイムリー。で、8回ね、マクブルームのホームランでね、3点は取るけども、これはもう時すでに遅しっていうところでね、結局はね、この、四死球っていうところが、すべて絡んだ、無駄な得点をね、やったことによっての一挙のね、大量得点っていうところで、DeNA はね、12新地ね、牧のね、ホームランで、連敗をね、6でストップしてからのこの連勝っていうところはね、勢いがまたつくんじゃないのかなっていうところと、広島はこうなったらね、一つだけ方法あんだよね。雨です。雨。ちょっとまだ乾いてきてるかもしんない。雨が必要かもわかんない。ちょっとミス多い。ね。17日もデビッドソンのエラーっていうところもあったしね。この試合も9の四死球で自滅だからね。ちょっとそこら辺はね、まあ、気持ちを切り替えて明日から戦っていかなきゃいけないなと思います。結果ね、DeNA の2勝1敗で勝ち越しでした。さあ続いて、ヤクルト対巨人。ね、16日、8対9で巨人。そして17日4対5で巨人。そして18日3対6で巨人。巨人の3連勝。ヤクルト3連敗っていうね、形になりましたけども、ここまでね、まあね、点の取り合いでジャイアンツが先制してね、ヤクルトが追い上げてね、追い上げ足りずっていうところで負けてきた中で、今日の試合ね、先制するのが大事っていうね、昨日の動画で言いましたけども、なんとね、この日3回裏にね、8番内山がレフトスタンドでホームランで先制するってめちゃくちゃいい流れだと思ったんだけどもね、今日の先発巨人ね、横が6回92球2安打5三振2四球1失点と、ヤクルトはね、最初のリード5回81球5安打4三振1四球4失点という形になってね、結果6対3で、ジャイアンツが勝つんだけどもね、内山のホームランでいい形になったのよ。問題は5回ですね。ワンアウトから門脇ライト前ヒットで、ピッチャー横がね、ワンアウト1塁から送りバンドを決めて、オスナがちょっと出てきて、ピッチャー最初に当たって、オスナが帰ろうとしたけどもね、帰りきれないから、避けたら、セカンドの山田も避けるっていうね、バーッと。あれはもう山田だよ。あれ山田が入って処理しないと、オスナは無理だよ。後輩しながら取るっていうのはね。だから、あれはもう山田、バーッと。で、それがね、悪送球になって、ワンアウト一、三塁になって、吉川のね、レフト前タイムリーヒット。これも詰まってんのよ。カンちゃんヒットね、いいところ落ちたっていうのもあるけど、で、その後ね、丸を三振取るけども、坂本ね、ツーアウト一塁から、まあ、スリーボール、ツーストライクからね、もうストレートファール。で、ストレート2球続けてね、レフトスタンドでスリーランホームラン打たれるんだけども、もう最後はね、坂本にまっすぐ1、2の3で打たれちゃったかなっていうところで、ね、サイスニードはね、5回81球、5安打4三振、1球4失点だけども、自責点ゼロなのよ。しかもね、サイスニードね、調子良かったと思う。投球内容めちゃくちゃ良かったと思うよ。俺はね、結局あのバントのミスが痛かったよね。結局あれアウトに取ったらね、まあ、吉川のタイムリーで1点取られてたかもわかんないけども、坂本のホームランまではなかったからね。しかもね、吉川のヒットもね、ちょっとカンちゃん気味だし、サイスニードね、めちゃくちゃ状態良かったと思うけどね、もったいないね、本当に。で、6回表ね、ピッチャー恩師に代わって、ワンアウトからね、秋広がセンターへのね、ツーベースを打って、ね、で、ブリンソンアウトになるけども、門脇ね、敬遠して、ツーアウト一三塁になって横がレフトにタイムリーヒット。ここでピッチャーに打たれちゃダメよ。大西も。ね。で、5対1。で、8回でもね、丸のところで、ワイルドピッチ。ね、梅野。ここで、止めなきゃいけなかったね。キャッチャー中村悠平帰ってきたけどね。そこ、ちょっと一瞬鈍かったかな、動きがね。若干ね、チェンジアップ引っ掛け気味だったからね。ちょっと難しかったとは思うけどね。やっぱ止めなきゃいけないね。ランナー三塁だからね。で、1点入って。で、9回裏ね、この日太平生がね、お休みっていうところで、ね、高梨、ね、キャッチャーも小林が出てきたんだけども、オスナにね、バックスクリーンでツーランホームラン打たれて、まあ、6対3になるけどもね、ちょっと時すでに遅しっていうところでね、あ、じゃ横川はね、まっすぐカット、チェンジャー、まっすぐカット、フォーク、そしてカーブ、非常にね、こう対角線の投げて緩急、でも最近ね、横川、状態良かったからね、ずっとね、
そういった意味では非常にね、それが継続してできてるかなっていうね。前回もね、12日の広島戦ね、1失点、勝ち星はつかなかったしね。で、5日の試合もね、4回3分の1だったけども、2失点っていうね、4月13日ね、阪神に負けて、その時ね、4失点した以来は、1、2、3、4、5試合ね、連続2失点しか取られてないしね、2失点以下しかね、非常に安定したピッチングでね、勝ち星はついて、まあ、これはね、今後も非常にね、ジャイアンツ投手にちょっとね、コマ足りないっていうところはあるんでね、これは安心感持って見れるピッチングだったかなと思うし、サイスニードはね、負けたけども、本当内容はね、すごい良かったと思うんで、ピッチングね。まあこれはね、次回に期待したい。ちょっとミスが痛かったからね、そこら辺修正したいね、この3連敗は痛いからね。まあでもジャイアンツはね、3試合で、20得点。非常にね、打ちに打ったで素晴らしかったけども、ね、失点もね、15失点あるっていうところでね、ちょっとリリーフ陣の失点が続いてるんでね、この3試合ね、まあK鈴木取ったっていうところはあるけども、どういう風にまとまっていくかっていうところはね、次のカードもチェックしてみていきたいと思います。まあにね、ヤクルトはちょっとミスが痛かった敗戦になりました。結果ジャイアンツはね、3連勝でした。続いて中日対阪神、16日4対9で阪神、17日1対3で阪神、そして18日1対4で阪神、阪神の3連勝っていう形になりましたけどもね。まあこの日もね、先発ね、中日柳ね、6回3分の2、117球、8安打5三振、4四球、4失点、そしてなんと柳がここまで勝ちなしの4連敗っていうまさかのね、展開になったけども、まあね、初回ね、いきなり3点ね、フォアボール2つね、まあ佐藤は敬遠気味っていうところはあったけどね、取られるんだけども、このね、もう状況はね、ちょっとわかるんだよね。まあコース狙っていくっていうところでね、柳としてはやっぱりね、援護がないと。やっぱ少ないと。ね。だからもう1点もやれないっていう状況で初回から入ってると思うんだよね。というところでやっぱりね、このキツキツのね、投球初回からなってしまうっていうところが、ちょっとマイナスに触れてんじゃないのかなっていうね。初回ね、近本ライト前ヒット、中野フォアボール、でノイジーのね、サードゴロ、ね、ファーストでアウトっていうところで、ここもね、阪神良かった。ね。これ2、3、3、2ね、なるんだけども、ね、中野近本がね、走るんだよね。なかなかね、最近ノーアウトとかでね、一塁で走るっていうのはなかなかないんだけども、ね、近本中野が走って、ノイジーね、サードベース横のサードゴロになるんだけども、普通走ってなかったら、5-5-3ダブルプレイ 100%。もしくはね、あれトリプルまでいけるぐらいの流れのね、打球だったけどね、走ってたから三塁セーフになったんだよね。で、ファーストアウト。でね、大山空振り三振するけども、佐藤がね、フォアボール。で、ツーアウト満塁から、ミエセスがレフトへのタイムリーツーベースで走者一掃、3点取って一気に3得点っていうね。ミエセス、どっちかに言ってますか、はい、というところでね、これは大きかったね。だからこのね、まあその柳がキツキツのね、配球になっちゃうというところと、このノーアウト一塁のこのダブルスチールね、このスリーツーの自動のね、これがね、この判断が何が一番大きかったね。で、2回の表ね、8番木浪がセンター前、で伊藤将司がね、送りバンドするもね、送りきれずね、アウト、ここちゃんと送りたかったね、伊藤、バーッと。ね。でも近本がね、スリーツーフルカウントからね、ライトへタイムリーツーベース、ね。っていうところで、木浪がね、ホームへ帰ってきて、1点っていうね、形になって、この追加点も非常にね、8番からの流れっていうところでね、非常に、大きかったなっていうね。で、これね、序盤で4対0になって、で、阪神、先発伊藤将司、6回108球、5安打。三三振、無四球、一失点。無四球だからね、こっちはね。非常に素晴らしいピッチングでね、安定的に。まあ、伊藤はね、若干開幕出遅れたけども、4月27日のね、巨人戦が一発目になったけども、ね、ここまでね、失点も全然取られてないし、まあ、なかなか勝てなかった試合もね、ちょっと打線のつながりでね、バランスが悪くて勝てなかった試合もあるけども、ね、ここまで4戦、しっかりと試合を組み立てて、非常にね、安定的に続いている素晴らしいピッチングっていうところはね、非常にこの試合もね、良かったと、思います。ね。で、まあね、中日もね、チャンスはなかったわけじゃないけども、3回裏ね、2アウトからね、ピッチャー投げがね、もうあとこれぐらいでホームランっていうね、レフトフェンス直撃の2ベースを打って、大島がセンター前、2アウト1、3塁だって、福田がね、めちゃくちゃいいバッティングだった。逆方向へライトね、これをミエセスが、ダイビングキャッチ風のダイビング。これ見てください。どういう意味かわからなかったら、ちょっと映像見てください。ね。ダイビングキャッチ風のダイビングキャッチで、ね、アウトにして、こう1点取れずしてね、これ抜けてたら2点は確実に入ってたからね。そういったところでは初回のね、ツーベースタイムリーっていうところとね、このダイビングキャッチ、ミエセス、ナイスプレー。ね。ところで、グッド。ね。で、6回の裏ね、
中日はね、ワンアウトから今度は福永がね、今度ライトでツーベース、今度は取られないぐらいのね、横に行ってライトでツーベース。で、岡林ね、ファーストゴロでアウトになるけども、石川がね、センターへタイムリーヒットっていうね。で、その後ね、細川のところで木浪がね、ちょっと後逸しちゃって、ツーアウト1、2、村松ここで1本っていうところでね、セカンドゴロでね、1本ですっていうね。これ1点しか取れず、まあ4対1。ね。で、まだチャンスね、あるかなっていうところで、まあ問題がね、起きたのは皆さんご存知、8回裏ですよ。ね。ピッチャー浜地。ね。ツーアウトから、石川レフト前、細川レフト前。ツーアウト1、2塁からね、村松がね、ツーストライクから、アウトコース際どいところよ。めちゃくちゃいいボール。それを反対方向へね、うまく打ってレフト線、抜けました。ね。セカンドランナー石川、ね。三塁回ってホームへ。ファーストランナー細川、二塁回ってサードへ。レフトのノイジ、この前の DeNA 戦のように、ね、三塁投げて、なんと細川タッチアウト。石川、ホームへね、突入する前に、走るのをやめて、ね、三塁アウトになる前にホームを踏めず、0点。バッツ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 、スーパーバッツ。まあ、これね、いろんな問題であるわ。これはね。まず一つ、石川がホームまで全力疾走じゃない。これ、大問題ね。抜きすぎ、ね。で、次、ね。次のバッター、ね、三塁、ね、走れ走れみたいな、全くしてなかった。いや、溝脇だったと思うんだよね。48番だったから。あれ、一瞬しか確認しなかったけど、三塁ね、もっとこうやって走れ、まあ、こう、早く早くみたいな感じでしなきゃいけないの。こうやって普通に手を挙げてただけだったからね。だから多分それを見て石川は抜いたと思うんだよね。だからあれ見てたらもっと早く早くみたいな感じでやってたらもっと違うかもわかんなかっただけにね。あのね、多分、溝脇だったと思うんだよね。48番だったから。ね、そこも問題。で、あともう一つがね、一塁の細川。楽勝でアウトになってんだから、それだったら回っちゃダメよ。セカンドね。あそこで1点取って4対2でしょ。で、ランナー残るわけでしょ。まだワンチャンあるからね。そういった意味では、細川も3塁でアウトになっちゃダメだよ。でも、ノイジ。グップレこの前のね、戸柱だったか、ね、アウトにしたのとね、同じようにね、三塁ね、しっかりアウトにしてっていうところで、だからこれで、三人バットだわ。ね、石川全力疾走してない。田村溝脇、コーチャーとしての、ホームコーチャーとしての役割果たしてない。そして一塁ランナーね、細川、ね、三塁アウトになるんだったら行っちゃダメ。ね、で、結局ね、1点しか取れず、ゲームセットっていうところで、ね、このなかなかね、1本打てないっていうところで、そういう得点来てね、ミスしてると、それはなかなかね、厳しいよね。まあ、阪神打線もね、その後ね、3回以降ね、先頭でね、バンバンランナーね、出るけどもね、なんとか中日投手陣もね、しっかり、抑えてね、柳もね、2回までの4失点で、その後しっかり粘ったっていうところもあるし、ね、藤島マルシネスってね、0点に抑えて、で、なんとかっていうところもあっただけにね、ちょっと無援護いた。まあ、このね、3連戦中日ね、4点、1点、1点だから、3試合で6点しか取ってないからね、それはなかなか厳しいなと。阪神はね、9点、3点、16点。まあ、比較的効率的にね、いい展開の試合展開になったんじゃないでしょうか。やっぱり中日は無援護が痛いっていうところでね、まあ先発投手にちょっとメンタル的にね、初回から1点もやれないっていうところを入って生かしてるっていうところはね、かなりね、悪い方のスパイラルに入ってるんじゃないのかなっていうところはあります。だから先発投手にはね、まあなかなかはね、思えないけどね、もう3点ぐらい取られたらもうね、俺らの責任じゃないぐらいの気持ちで投げていってもらいたいけど、やっぱ勝ちたいからね、やっぱそういった、ね、気持ちになるっていうところは仕方ないのかなっていうね。どうにかしてね、好転するにはやっぱり打っていかなきゃいけないなっていうところはあります。結果ね、3連勝で阪神の勝ち越しっていうところになりましたね。はい、ということでね、総チェックおしまいですね。昨日の動画と今日の動画ね、合わせて見ていただくことね、火水木3連戦のね、総チェックっていうところが、出来上がると思うんでね、皆さん、まだ今回しか見てない方はね、昨日のやつをね、もう一回見てくれれば、最初からのところもありますしね、ぜひ両方見てください。さあ、ということでね、3連戦終わりましたけども、若干ね、この両チーム、両リーグ1位にいるね、阪神っていうところとロッテっていうところがね、ちょっと勢い乗ってきてるんでね、ここら辺交流戦前でね、バチッと止めないとっていうところはあるんでね、明日以降どうなるのかっていうところでね、まあじゃあ久しぶりにね、ちょっと申し送り事項をやっておきますか。ね、19日の試合ね、DeNA、ヤクルトっていうところで、DeNA の皆さん、ヤクルトね、やっぱりね、村上打たさないとね、繋がらないからね、負けるまでのことないから、やっぱ村上はね、しっかり
抑えていきましょう。ね。まだね、上がりそうで上がってきてないからね。思い切って、ね。インコースもしっかり攻めていきましょう。ね。ヤクルトの皆さん、DeNA ね、打線がもう起きちゃって、やばいからね。だからフォアボールだけはね、少なくいきましょう。そうじゃないと、もう一気にね、まくし立てられて、大量得点っていうところがね、DeNA 出てくるから、フォアボールだけは気をつけて。ね、で、阪神広島。阪神の皆さん、ね。あ、大八木。ね。まあね、秋山塁に出すとね、ややこしいからね。秋山はね、しっかり抑えていきましょう。あと、マクブルームはね、ちょっと打球が上がってきてるんでね、そこ気をつけていきましょう。ね。広島の皆さん、阪神、これね、木浪から近本へのね、下位から上位の流れあるから、ね、ここね、ピッチャーも含めてね、ね、青柳この前打ったけどもね、しっかり抑えていこう。この下位打線。下位打線抑えないと、一気に大量得点になるから、ね、下位打線、非常に気をつけて。ね。で、パリーグ、楽天対ロッテ。楽天の皆さん、ロッテね、なんかしぶといからね、着実に1点取ってくるから、ね、そこはしっかり気をつけて。ね、ミスしちゃダメ。ロッテの皆さん、楽天ね、ロッテの皆さんと同じように得点圏打率が低いからね。ね、相手がね、得点圏にならないっても、臆することなく、どんどん攻めていきましょう。あと、フランコをね、浅村ちょっと一発出てきてるからね。西野ね、低めの投球、大事に。はい、オリックス対日本。オリックスの皆さん、日本はもね、打線が繋がってきてるからね、集中度あるから、ね、そこら辺気をつけていきましょう。ね、日本ハムの皆さん、オリックスね、若干ちょっと打線が湿りがちになってるんで、そこはね、思い切った投球、いきましょう。はい、ソフトバンク対西武。ね。西武の皆さん、ね。ソフトバンクね。これね、やっぱ近藤を抑えとけばね、やっぱ大量失点しない。ね。だから近藤をしっかりね、ジョイントにならないように抑えていきましょう。はい、ソフトバンクの皆さん、西武ね。やっぱ西武はね、外崎。外崎これ抑えとくとね、大量失点にならないんで、外崎ね、しっかり抑えていきましょう。ね。ということでね、19、20、21、どうなるのか。あ、皆さん。沢崎、5月2日誕生日です。47歳です。ね。しっかり仕事します。ね。ということで、皆さんもね、また今週末、プロ野球楽しんでいきましょう。それでは。